のある限り君は Dream of Love 守り続けてゆく戦士たち立ち上がれ一つになれ Get wild 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない心に変わる些細バトル Love is key 未来を信じてていつも Dream of love輝いてくいつだって Beast of Love 海の惑星アクエリアスに一人の悩める戦士の姿があった。実戦の力ではビッグコンボイをもしのぐかもしれないと言われる一匹狼シャープエッジである。押し寄せる波の音を奴の息遣いと思え、押し寄せる波を奴の気配と思え、押し寄せる荒波を切り裂けるならビッグコンボイを切り裂くこともかなり。シャープエッジビーストモード必殺破れたりビッグコンボイ。深海の一騎打ち、シャープエッジ変身。完成した必殺技荒波崩し。お見事、必殺技荒波崩しの完成ですね。何、なぜ技の名前を知っているのだ。なぜって、今自分でこの必殺技ならビッグコンボイを切り裂けると。なんとそこまで知っているとは。だから今大きな声で言っていたではありませんか。しまった、一人孤独の修行が長く続いていたので心の中の言葉を口に出して言う癖が。これは気をつけねばならぬ。たとえライバルとはいうものの同じサイバトロン同士なのにビッグコンボイと戦いたいと願うこの心、公にしてはならぬ。サイバトロンとかデストロンとか気にすることはないでしょう。しまった、また口に出していたか。もしビッグコンボイと戦えばその勝利は間違いなくシャープエッジ殿のものでしょう。私の名をどこで。ですから、さっき。まあよい、しかしサイバトロン同士決着はつけられん。正々堂々とした試合としてならどうなのです。試合。そうです、宇宙一武道大会を開いてビッグコンボイにも参加を呼びかけるのです。宇宙一武道大会。はっ、うん、危ない、危ない。惑星アクエリアスの強い酸の海に落ちるのだけはご勘弁を。シャープエッジ殿の強化装甲ならともかく私なんか溶けてなくなってしまいます。一体何者だお前は。そうですね、言うなれば宇宙のイベントや面白いことをやりたいだけなんです。あなたの希望を叶えて死んぜましょう。宇宙一武道大会。そうなの、スペースネットを検索してたらこんな告知が。優勝商品がアンゴルモアカプセルだそうよ。アンゴルモアカプセルだって。そりゃこの俺様が出て優勝かっぱらうしかないな。防御は完璧でも攻撃力の方がな。そうですよね、エラスティックハンドの馬の一つ覚えじゃ
武道大会は勝ち抜けませんよ、きっと。なに、ごめんなさい、ごめんなさい。三所は小粒でもピリリと辛い。このブレイク様がちょちょいのちょいと優勝してやるさ。そりゃ面白そうなんだな。みんな待つんだ。主催者は一体誰か分かっているのか？それは宇宙武道連盟としか。そんな怪しげな大会に我々サイバトロンの選手が参加できるわけないだろう。その通り、副官として正確な状況判断だ。はい、ビッグコンボイ。我々は正義の戦士だ。自らの力を誇示するだけの大会に参加するのは好ましくない。まあ言われてみればそういうことなんだな。さあさあ、もうこの話はおしまい。通常パトロールに出かけるとしましょう。みんな、通常パトロールったって俺らそんなことやってたっけ？記憶にねえよな。なあ、ナビはさっき宇宙一武道大会はどこで開かれるって言ってたっけ？惑星アクエリアスって言ってたよ。おい、ロングラック、お前まさか宇宙一武道大会に参加する気じゃ？なんでだよ、お前がダメって言ったんじゃねえか、ロングラック。それが偶然聞いてしまったんです。アンゴルモアカプセルの回収が遅れているようだが、原因は訓練生のせいか？もしそうなら訓練生を全員交換させるという方法もあるが。いえ、全責任は私にあります。訓練生に問題はありません。あと3日待とう、ビッグコンボイ。その間に新たなアンゴルモアカプセルを回収できなかった場合、君の司令官としての適性をチェックさせてもらうからな。わかりました。大変だ。なんだって？そうだったのか、ロングラック。それでお前わざとあんなことを言って。ビッグコンボイに心配をかけるわけにはいかないが、残るはあと半日。何としてもアンゴルモアカプセルを手に入れなければ。えらい！俺たちサイバトロン全員で力を合わせて宇宙一武道大会優勝しようぜ。そうだね。よし、そういうことならいくらでも協力するぜ。あんなしててもビッグコンボイにはすっごい世話になってますからね。まあ俺たちが手を結びゃ宇宙に怖いものなんかねえさ。そうでもないと思うけどな。久しぶりにギンギンに燃えてきたぜ。サイバトロンの面々はビッグコンボイに内緒で惑星アクエリアスで開かれているという宇宙一武道大会へ向かったのだが、ようこそ惑星アクエリアスへ。皆さん、宇宙一武道大会の会場ってのはここかい？見たところ、それらしい試合会場はどこにもないようだけど。まさかガセネタじゃねえだろうな。大丈夫です、間違いはありません。あれを。試合会場はこの海の下にある海中ドームです。周りは強い酸の海、ちょっとでも触れればたちまち溶けてしまう。逃げも隠れもできない試合会場です。どうです、それでも参加しますか？どうしましょう。結構ヤバそうな試合だぜ。帰るなら今のうちですよ、皆さん。優勝商品がアンゴルモアカプセルというのは間違いないんですね。絶対。それはもちろん。わざわざここまで来たんだ。今さらおめおめと帰れるかっつーの。そうだ、全員参加だ。そうです、やりましょう。みんなタイムフリーズして帰っちゃおうかな。あれは大きな水玉のように見えるけどな。おそらく重力制御装置で海水をコントロールしてあのドームを作っているんでしょう。ということは試合会場を一歩でも外れると強い酸の海だぜ。そんな、酸の海に放り込まれたら一
心配性だな。あくまで武道大会だ、殺し合いじゃない。それはそうですが、やっぱさっき帰った方が良かったな。すげえな、こりゃどんな強敵がエントリーされるかワクワクするぜ。気楽な人たちなんだな。何か言ったか、タヌキネイリマグマトロン、アルカディスのやつから通信よ。うん、マグマトロン様、サイバトロンの新兵たちを一人残らず捕らえました。うん、そうか。しかし本当に倒すべきはビッグコンボイただ一人。そうそう、あんな奴ら捕まえたぐらいで偉そうに言わないでよね、本当にもう。お任せください。今のビッグコンボイは教官になりきっています。可愛い生徒たちの命が危ないとなれば何をおいても駆けつけるでしょう。たとえビッグコンボイをおびき出せても、このわし以外に奴を倒せる者がいるとは思えぬが。それが一人だけ可能性のある男がサイバトロンにおります。まさかサイバトロン同士を戦わせるというのか、アルカディス。んなことできるわけないでしょ。私にお任せください。調子はどうです、シャープエッジ殿。もうアルカディスか。腕が鳴る。俺の出番はいつなんだ。もう少し待ってください。あなたはシード選手だ。今ザコどもが予選トーナメントをやっていますから。本当にビッグコンボイは来るのか。可愛い部下のため、いや宇宙一の名誉のためです。必ず来ます。そんなことより、シャープエッジとビッグコンボイの対戦は本日のメインイベントなんですからね。盛り上げてくださいよ。もちろんだ。そして必ず勝つ。なんだあいつら、カッコつけやがって。どこのドイツなんだ。でもなんだか強そうですよ。みんな自信を持つんだ。ビッグコンボイと一緒に戦った日々は無駄ではなかったことを証明しよう。そうだぜ。勝負に勝ち残ってアンゴルモアカプセルを土産にしてビッグコンボイを助けるんだろ、みんな。そうだよね。宇宙一武道大会にエントリーの選手の皆さんにお知らせします。当初トーナメントの勝ち抜き戦の予定でしたが、諸々の事情からバトルロイヤル総当たりの生き残り戦に変更したいと思います。なんだよ総当たり生き残り戦って。なんだか様子が変なんだな。あいつらデストロン。相手がデストロンだって。宇宙一武道大会ならわけが違うね。一本背負い回し蹴り、どっからでもかかってきなしゃい。レーザーバーン、レールバンカー、デッドバン、ヘイシューター。あー、武道大会じゃねえのかよ。しまった、これは罠だ。宇宙一武道大会は俺たちをおびき出すためだ。今頃気づいても遅いんだ。この許せねえ、やってやろうじゃねえか。身を隠せ、体勢を整えるんだ。身を隠せったってどこにもそんな。ああ、体が。周りは強い酸の海だ。ドームから飛び出したら溶けてしまうぞ。何？どうしたらいいんだ。酸の海なんて嫌だ。だったら戦うしかねえだろ。ブレイクアンカー。アームマシンガー、ダブルミサイル。強力な武器ないんだもん。しょうがないな、トックリガン。抵抗はそこまでだ、サイバトロンたち。
だか様子が変だよ。何なんだあれは。何をしやがる。いい調子だったのに。あとわずかで倒せたものを。どうしてドームを分けてしまったんだ。バカ者たち、奴らを倒してしまったら今度の作戦は無意味だろう。真の狙いはビッグコンボイだ。奴らはどうする。アルカビス、ビッグコンボイを始末したら3の海にでも放り出してやる。強い3に侵されてすぐにボロボロのスクラップになるさ。これは一体どうなっているんだ。僕らのいた側だけ切り離されてしまったようですね。もうここから逃げ出すのは完全に不可能になってしまったんですね。おい、こんなところに閉じ込めやがって。壊すならさっさと壊しやがれ。そうはいかない。その声はアルカディス。お前たちはビッグコンボイをおびき出すための大事な人質だ。人質？奴らの狙いはビッグコンボイだったのか。なるほどな。ビッグコンボイのためにと思ってやったことがかえって足を引っ張ることになるなんて。ビッグコンボイ、スペースネットにこんなメッセージが。ビッグコンボイさんへ。あなたの可愛い部下たちを預かっています。彼らを無事に助けたければ惑星アクエリアスの宇宙一武道大会の会場までお越しください。お待ちしております。何？あいつら出かけたのか。ごめんなさい、私が余計なことを言ったばかりに。シャープエッジ殿、ご準備は。来たか、ビッグコンボイ。さあお入りください、ビッグコンボイ。あれを見て。こんなことになってすいません、ビッグコンボイ。ビッグコンボイ、今日の対戦相手はこの戦士だ。シャープエッジ、ビッグコンボイ、今日こそどっちが強いか決着をつけてやる。待って、シャープエッジ、何をしてるのか分かってるのか。分かっているさ。俺は宇宙一を決める武道大会だ。待て、違うんだ。ビッグコンボイめ、余計なこと。嫌でもやる気になるようにしてやる。大変だ。あのまま放っておくと3の海のせいでビッグコンボイが溶けてしまうぞ。そんなこと言ったって。シャープエッジビーストモード混合ビー。今のシャープエッジは何を言っても聞く耳を持たない。戦うしかないのか。だがビッグコンボイ、俺がこの日のために磨き上げた必殺技を受けてみろ。覚悟しろ、ビッグコンボイ。必殺荒波崩し。ダメだ、避けられない。エラスティックハンド、ハンドビュート、ブレイクランカー、アームシュート。何？ビッグコンボイ、一対一の男の勝負だ。お前ら手を出すな。落ち着くんだ、シャープエッジ。何？お前は利用されてるんだ。どうなっている。シャープエッジは勝ったのか。ん？おお、シャープエッジ、お前はきっとやりやったと思っていたぞ。必殺荒波崩し。あたたたたた、作戦は失敗だったのか。くっそー。すまない、ビッグコンボイ。テストロンの口車に乗せられてあんなことを。俺はもう一度修行をし直した方がいいようだ。いや、分かってくれればそれでいいんだ。そこでお詫びと言ってはなんだが、俺が修行中に見つけたアンゴルモアカプセルを進呈することにするぜ。
やったー、よかったですね、ビッグコンボイ。これでビッグコンボイがクビになることもなくなったわけだな。し、それは内緒です。そうだった。ロングラック、いえ、それはその本部からの指令を知って私のことを助けようとしたのか。しかし無断で武道大会に参加した罪は軽くない。3日間の謹慎を命じる。その間によくメンテナンスしておけ。みんなあまり無茶するんじゃないぞ。はあ、ビッグコンボイはなぜ僕たちが武道大会に参加したのか分かってくれたんだ。さすが俺たちの司令官、ロボットができている。ベクターシグマの通信もないのに柄にもないことを言ってしまった。まあ、いいか。22話、奪われたガンホー、お楽しみに。